2012年ロステレコム杯は2012年にロシアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2012-2013ISU グランプリシリーズの第4戦である。2012から2013年シーズンに開催されたロステレコム杯。2012年11月9日から11月11日にかけてシニアクラスの男女シングル。 ペア、アイスダンス競技が、モスクワのメガスポルトで行われた。今大会開催国の統括団体である、ロシアフィギュアスケート連盟に対しては、各種目で、最大3人の出場枠が用意された。ペアジェシカ・デュエ、セバスチャン・ウォルフ組、マイリン・ハウシュ、ダニエル・ベンデ組、マリバルトマン、アーロン・バン・クリーブ組が出場を辞退し、ダニエル・モンタルバーの、エフゲニー・クラスノポルスキー組、 ニコーレデラ・モニカ、マッテオ・グアリーゼ組、ティファニー・バイス、ドン・ボルドウィン組が追加招待された。ダニエル・モンタルバーのエフゲニー・クラスノポルスキー組は同時期に開催しているアイスチャレンジに出場した。アイスダンス・アレクサンドラ・ナザロは、マキシム・ニキティン組が出場を辞退し、ニコル・ロー・ォード、トーマス・ウィリアムズ組が追加招待された。各競技の上位成績者には、 2012-2013ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベイドル、ペアアイスダンスで1組につき300ベイドル支払われるとされた。ありがとうございます。